久遠峡の門山峡付近の地図。図の左の四川盆地を出た長江は、図の右で山地を次々と貫き、山峡を形成する山峡は、中国の長江本流にある三つの峡谷の総称。重慶市包摂圏の白堤城から、湖北省義城市の南津堰までの 193km の間に、上流から久遠峡、府峡、清涼峡が連続する景勝地である。山峡を船で上り下りするクルーズは中国内外の多くの観光客を集めており、重慶から義城、武漢、上海までの間を運行している。山峡の下流部分には国家的事業である山峡ダムが建設され、山峡の景観や環境が大きく変化した。山峡ダム付近の衛星写真山峡では、四川盆地を出た長江が盆地の東を塞ぎ東西方向へ走る。釜山などの細長く険しい終局山脈を貫いて流れている。長江の両側に高い山がそびえ立ち、時に霧や雲が立ち込め、風景は山水画のように雄大である。風景の美しさだけでなく中国の歴史、文化の上でも重要で、古来より詩文に歌われた風景や古建築が山峡周辺に散在している。山峡は、久遠峡は雄大、府峡は秀麗。清涼峡は奇絶で険しいと評される。一方で、ダム建設前の山峡は、長江の水運の難所であり、夏の増水時には、水位が上がり航行には、危険が伴った。山峡地域には、久遠峡、府峡、清涼峡のような、険しく幅の狭い峡谷の部分と、広くなだらかな寒谷の部分があるが、これは、地質の違いによる、山峡独特の景観である。峡谷部分は石灰岩が多く、風化には極めて強いが水には養殖されやすく、水の流れる部分だけが深く削られてゆく。また石灰岩には垂直の亀裂ができやすく、水が亀裂の中に入り、その底部を浸食してゆく。谷が深くなると、両岸の岩が平行を失い、垂直に発達した亀裂に沿って谷に落ちるため、両岸が切り立った崖になってゆく。砂岩や頁岩の多い地域は浸食がより進むため、打って変わって広い谷が形成されている。釜山に代表される四川盆地東部の終局山脈群は7000万年前の塩山運動により形成された。これらの山脈は西南東北方向に走り、南から北へ向かって次第に低くなっている。これら山脈と大巴山脈の間にできた低くくぼんだ部分を通って、古代の長江は東へ流れていたが、地殻の上昇により、峡谷もますます深くなり、現在のような、険しく切り立った地形になった。久遠峡を参照一番上流にある、久遠峡は、長さ 8km と短いが最も雄大な部分でもあり、高さ 1000m を超える山脈を一頭、両断したような峡谷を長江が貫く。李白の詩。宗初白堤城で、両岸の猿声鳴いて山猿に、渓州すでにかぐ万獣の山とあるのは、久遠峡にある、門の情景である。門は100mの幅の長江両岸に、川面からの高さが1200mに達する、石灰岩の高い断崖が、門柱のように迫るところで古くから、門殿下遊と、その雄大さを称えられてきた。北岸には、白堤城と白堤廟の立つ白御門山があるが、ダム湖の蓄水により湖に浮かぶ島となっている。府峡を山椒夕暮れの山峡続く。府峡は、重慶市と湖北省の境にある 40km 以上の長さの渓谷で、釜山山脈を北西から南東へ貫いて、富山山系の間を東西へ流れる。釜山の12峰をはじめとする秀麗な景観が、多くの文人に霊感を与えてきた。12峰の中でも真珠峰は最高の見どころで雲の中に突端を突き出している。山が迫るために川面を太陽が照らすことは少ない。清涼峡を参照最後の清涼峡は 70km 近く続き、釜山の東で南北方向に並行して走る山脈を長江が次々貫く。両岸は険しい岩の峰に囲まれる。いくつかの寺院と集落がある以外に人の姿はなく、7つの渓谷と2つの急流があり、危険な場所である。三十坪はかつて一戸の家が三斗の米を元手に店を開き、旅人に食事と宿を提供したとの言い伝えから来ている地名だが、この場所に幅2309メートルの三峡ダムが建設された。船はダムを迂回する閘門を経て航行する。清涼峡下流の急流は1970年から1988年にかけて建設された崩すダムにより流れが緩やかになり、航行が楽になっている。三峡ダム清涼峡の半ばにある岐阜市医療区の三斗坪では国家的事業である三峡ダム及び水力発電所が建設され2006年夏に完成している。また蓄水は2003年から段階的に行われ、清涼峡の西半分から府峡、九頭峡までの範囲で川の水位が上がりダム湖が形成されつつある。2008年末までには、水面は満水時で海抜175メートルに達し、幅平均 1.1 キロメートル、長さ660キロメートル、面積1045平方キロメートルのダム湖が誕生する。三峡ダムの水位と下流の水位との落差は68メートルになり、ダム上流の三峡や支流の小三峡などでは水位は60メートル近く上昇して景勝地や遺跡を水没させ、重慶でも6メートルほど水位が上昇する。ダム建設のため水没予定地の多くの市や町の住民が移転を迫られるなど社会的影響は大きく、長江流域一帯の生態系への影響も懸念される。また、これまで三峡の両側にそびえていた山の中腹まで水位が上昇したことにより、山が以前に比べ低く見えるようになるなど景観が大きく変わってしまった。しかし、ダム完成後も風景はまだ雄大さを残しており、長江クルーズは継続されている。ダム湖形成で三峡の川幅が広がったため、重慶までより大きな貨物船が入れるようになり、河川の交通量は増加している。詳細は、長江三峡下りを参照。長江三峡下りは、長江の中流、特に三峡を船で下ることで、古くから行われてきた。現代の現地発の代表的な観光では、通常重慶市が出発点で、湖北省義昌市が終点になる。途中、方都で岐城を観光し、石峰祭を見て、方雪で白帝城を観光に訪れる。この後は、九頭峡を通り、釜山で小三峡、小三峡を見学し、府峡を通り、清涼峡を通過する。それから、三峡ダムの五段閘門を通過する経験をして、三峡ダム下で一時下船して、三峡ダムとダム湖と2列の五段閘門を見下ろして、大梅峡を通り、義昌市の崩しダムの手前で終点になる。なお、日本からのツアーでは、全体で6泊7日で、三峡下りの前に重慶市を観光し、川下りでは他も観光して、義昌市内の主要埠頭が終点なので下船して、バスに乗り、さらに慶州市を観光して、武漢市も観光して帰国するようにしている。ありがとうございます。